狐。狐。狐は、哺乳綱猫目、食肉目犬か犬赤の一部。競技には、狐族のことである。講義には、明確な定義はないが、犬赤の数族を総称するが、これは互いに禁煙で内属からなる、多系統である。最も競技には、狐族の一種、赤狐のことである。古来、日本で、狐といえば、 赤狐の亜種本土狐のことだったが、蝦夷地進出後は、北海道の別亜種北狐も含むようになった。ただし、この記事では、抗義の狐を扱うものとする。狐族、赤狐については、それぞれの記事を参照。最も抗義の狐として、和名に、狐、英語名にが含まれる六族の種を挙げる。ただし、化石種を除く、近代全滅種は挙げる。 大きく3分した、クレードは、分子系統による。犬赤は、伝統的には、犬族と狐族に分けられてきたが、この分類は、系統にも、抗義の狐の範囲とも、対応していない。抗義の狐、図中の、は、犬赤、原生犬化の中で単系統をなさず、系統的に分散した、多系統である。犬赤の4大系統のうち3つに分散している。 日本では、本州、九州、四国の各本島と淡路島に、本土狐が、北海道本島と北方領土に、北狐が生息している。近年、沖縄本島でも、自然分布以外の流入で生息が確認されている。佐渡島にも、人為的な移入がなされたが、定着は確認されていない。犬科には珍しく、群れず、小さな家族単位で生活する。 犬のような社会性はあまりないとされるが、宮城県白石市の狐塚のように大きなグループで生活していた例も知られる。生後一年も満たないで捕獲訓練をマスターし、獲物を捕らえるようになる。食性は肉食に近い雑食性。鳥、ウサギ、血種類などの小動物や昆虫を食べる。餌が少ないと雑食性となり、人間の生活圏で 残飯や鶏を食べたりする。夜行性で非常に用心深い反面、賢い動物で好奇心が強い。そのため大丈夫と判断すると大胆な行動を取り始める。人に慣れることで白中に観光客に餌をねだるようになることが問題になっている。夜行性で動向は猫と同じく縦長である。野生の狐は10年程度の寿命とされるが、 ほとんどの場合、死亡、事故、病気によって、2から3年しか生きられない。一般的に、狐の体格は、オオカミジャッカルなど、犬科の他の種よりも小型である。平均的なオスの狐の体重は、5 9キログラム、メスはそれより軽い5 2キログラム、俗に言う狐顔で、ふさふさしたを持つ。典型的な赤狐の形状は、 赤活色で通常王の先は白い。ロシアでは45年の選択的後輩で金ツ爪の喪失に成功している。この選択的な繁殖により、毛色のバリエーション丸い耳、き尾など、猫、犬、その他の動物で見られるような物理的、行動特性が変化することが分かった。人畜共通感染症であるエキノコックスについては、エキノコックス症の項が詳しい。 ロシアの神経細胞学者、リュドミラ・ニコラエブ・ナトルトは、ロシア科学アカデミーの遺伝学者、ドミト・リベリア F と共に、狐の人意選択による、純地下実験を行った。100頭余りの狐を掛け合わせ、最も人間になつく個体を選択して、配合を繰り返すことで、わずか40世代で、犬のように尻尾を振り、人間になつく個体を生み出すことに成功した。同時に、 耳が丸くなるなど飼い犬のような形質を発現することも観察された。これは懐きやすさという性質が自然、あるいは人為的に選択されうることを示している。狐を精霊、妖怪とみなす民族はいくつかあるが、特に日本、山和民族においては文化、信仰と言えるほど狐に対して親密である。狐は人を化かすいたずら好きの動物と考えられたり、 それとは逆に、ウカの御霊神の紳士として信仰されたりしている。アイヌの間でも、チロンヌプ、北キ,キツネは、人間に災難などの予兆を伝える神獣、あるいは人間に化けて、いたずらをするものとされていた。キツネが化けた人間にサッチポロ、欲しいくらを食べさせれば、歯に粘りついたいくらの粒を取ろうと口に手を入れている、うちに正体を表すという。 日本における鳴き声の聞きなしについては、古来は、キツ、ケツと表現されており、近代からは、コン、コンコンがもっぱら用いられている。コン、コンコンについては、テレビ朝日、シるシるミシルサンデーの調べによって、親が子を呼ぶ時の鳴き声に由来していると報告されている。また、キツネは特に油揚げを好むという伝承にちなみ、 稲荷神を祀る神社では油揚げや稲荷寿司などが備え物とされることがある。ここからかつての江戸表を中心とした東国一般においての狐うどん、狐蕎麦などの狐という言葉はその食品に油揚げが入っていることを示す。機内を中心とした西国では蕎麦に関しては狸と呼ばれる場合がある。諸説あるが体現会では 古来の鳴き声の表す、ケツケツ、キツキツと浸透系の継承を表す、根、ね、が結びついたと説明している。万葉習慣十六には、刺す鍋に湯沸かせて、子供一逸いの檜橋より来る、キツニアムセムという、鍋とキツネを読んだ、即興歌が残っており、日本では、古代より、キツと呼んでいたことを示す資料が残っている。仏教系の説では、日本霊域やその話を転記した。 根尺物語では、北根という語呂合わせが語源と説明している。平安時代に編纂された日本最古の辞書である和名類受賞には、狐、陰は、古日本の読み、狐中国の伝説では百歳になると女に化ける、妖怪に変化する、という説明があり、平安時代には、すでに狐と発音していたことがわかる。日本の狩猟時代の考古学的資料によると、 狐の剣士に穴を開けて首にかけた約5,500年前の装飾品や狐の化学骨に穴を開け再色されたゴ符のような縄文前期のしり市大動血遺跡ペンダントが発掘されている。しかし福井県などでは狐の生息域でありながら貝塚の中に様々な重骨が見つかる中で狐だけが全く出てこない。 日本人が狐を稲と関連させた起源は、文化人類学的推察に基づく、農耕民族の必然だったとする、必然禁説と、歴史学的手法に基づいて推察して、神の名に狐を当てたことによるとする、五回禁説の二通りがあって、特定はされておらず、その後大陸より渡来した果たしの勢力によって、狐は稲荷神の眷属に収まったという流れになっている。 稲作には、穀物を食するネズミや、他の土手に穴を開けて、水を抜く旗ネズミが与える被害が付きまとう。稲作が始まってから、江戸時代までの間に、日本人は、狐ネが、ネズミの天敵であることに注目し、狐の尿のついた石にネズミに対する危機効果がある、ことに気づき、他の付近に祠を設置して、油揚げ等で餌付けすることで、 気飛効果を持続させる説理があることを経験から学んで信仰と共に狐を大切にする文化を獲得した。日本古来の世界一貫は山はそれ自体が三神であって山の神から派生する古木も石も獣狐もまた神であるという思想が元としてあると言われている。民間伝承の狐神信仰の発生がいつ始まったかの特定は難しいとした上で。 発生の順番から考えて、土地が開墾される以前に狐が生息しており、遺形された狐神と稲荷の結合は、他の神信仰と稲荷の結合に先立つであろうと、言われている。一方、稲荷神社の神は、羽化の御霊神、別名、五職人、御狐神であって、三狐神と掛け誤って、日本中に御海が定着したという説も、根強く有力な説である。 日本書紀によると、西明五年、六百五十九年、高村建王が推しであったために、神の宮、島根県松江市役も町の熊野神社を改修し始めた直後、狐が現れて柱を引く鶴の綱を根元から食い切り、犬、山犬が現れて、死人の手を、ことや社、ゆうやのやしろ、島根県松江市東出雲町の矢神社に残したという記事。 つまり、帝の死の予兆が下されたが残されている。とにかく聖死に、狐の記事が記載されたのは、日本初期、西明期三年、六百五十七年岩見に現れた、百個の記事であり、伝記に狐が記載されたのは、日本霊域近明天皇の時代、五百四十年五百七十一年、とされている。狐が騙す、化ける妖怪の一種であるという概念は、 仏教と共に伝来したもので、中国のキュービキツネの伝説に影響されたものである。以下は、日本の文化におけるキツネの歴史の大まかな流れである。宗教とは関係ないものの最近では、児童文学や絵本、アニメーションに信頼できる友人だったり頼もしい、パートナーだったりと従来のイメージを覆すような、キツネが登場するようになってきた。キツネ、キツネが、 霊獣として伝えられる歴史は非常に古く、日本で意気にすでに狐の話が記されている。美濃王の軍の男が広野で一人の美女に出会い、結ばれて子をなすが、女は狐の化けた姿で犬に正体を悟られて野に帰ってしまう。しかし男は狐に何時我を忘れたか、こまでなせし中ではないか、来た、ね、来て、寝ようと言った。なお、これを元本に発展させた。 婚尺物語にもこの話は収録され、狐の語源としている。狐は人間との婚姻談において語られることが多く、後に、クズの葉、シノダズマオヘ、フルジョうるり、しのだずにおいて、衣類婚姻によって生まれたこの超越的能力という、モチーフが期待の御要し、安倍の生命の出生となって完成される。狐は、雲、蛇などと同じく、山と朝廷側から見た、 非差別民でああったという見方もある。彼らは、大和朝廷が勢力を伸ばす段階で戦住の地を追われた人々であり、人ではないものとして動物の名称で呼ばれたという見方である。彼らが害をもたらす存在として扱われる場合、それは、朝廷側の自分たちが追い出した異民族が復讐してくるのではという恐怖心の現れであると考えられる。また、動物が不思議な能力、 特殊能力を持つというのは、異民族が持つ特殊な技術を案に意味している場合がある。この考え方に沿えば、衣類婚姻は、それらの人々との婚姻を意味することになる。つまり女が身元を偽って、化けて婚姻した者の里が暴かれ、この将来を暗示で消えてしまった物語と解される。狐の子が神秘的能力を持つというのは、稲荷の神の使いとして親しまれてきた狐が、 元来は、農耕神として信仰され、工場や富のシンボルであったことに由来するものである。狐婚姻の類話には、正体を知られて別れた狐の女が、農反期に帰ってきて他仕事で夫を助けると、稲がよく実るようになったという話がある。また、江戸の王子では、大晦日の夜、赤八州の狐が集い、無数の狐火が飛んだというが、 里人はその動きで豊作の吉強を占ったと伝えられており、落語、王子の狐のモチーフとなっている。人間を助ける役割を果たす狐の側面は、かつて狐が農耕神神仰において重要な役割を果たしていたことの名残であるといえ、江戸奥保百人町など、郊外にある野原に出没する特定の狐は名前をつけて呼ばれ、 人間をバかすが、災害や返事を知らせることもあった。岐阜県の老子、矢次郎狐は、そうに化けて、高潔な人物の人柄を称揚したという。群馬県の高安狐もこの類で、白刀の沖縄となり、自ら128歳と述べ、常に仏説で人を共有し、吉狂家福や将来を予言した。千葉県飯高団林の境内に住み着いた、連八狐も、 若者に化けて、弁学に勤しんでいる。その他、静岡県のおたけ狐は、大勢の人々に出す禅が足りない場合に、お願いに行くと、禅を揃えてくれると言われていた。岩手県9個の荒爪平に住む百古は、村の子供と仲が良く、一緒に遊んでいたという。また、鳥取県の五条山に祀られている、郷造棒狐は、城に仕え、江戸との間を鬼。 三日で往復したと伝えられている。法暦三年、1753年8月、江戸の八丁堀本岳に、日暮れから書道具を運び込み、旧妻へ、長鎮数十ばかりに、前後数十人の死後を連れた美容うちの女乗り物が、本岳の門をくぐった。五六千国の婚礼の体であったが、本岳の人は誰も知らなかったという。このような、 狐の嫁入りには必ずに若雨が降るとされるが、やはりこれも、幸運を司る、農業神の性質であろう。しかし、農耕信仰が廃れるにつれ、狐が、狡猾者として登場することも多くなり、今若物語でも、茅川の狐、女と返事で、馬の尻に乗りし語では、優うに若い女に化けた狐が、馬に乗った人に声をかけて乗せてもらうが、四、 五丁ばかり行ったところで狐になって、高こ校うこうと泣いたとある。暗逆階段袋には、僧が団子を食おうとする狐を杖で打ったら、翌日その狐が大名行列に化けて仕返しをしたという話がある。他にも、太平百物語に、京都伏見の穀物問屋へ、女がやってきて、桶を預けて行った。ところがその桶の中から、大阪砂田さんの狐と名乗る、道が現れて、 この家の者が日頃自分の住まいに小便をして汚すと苦情を述べた。そこで主人は入道に詫びて三日間赤飯と油物を狐の住処かの穴に備えて許しを交うたという。狐は女に分けることが多いとされるが、これは狐が怨霊古行思想において土行、特に八家では牛虎に割り当てられることから陰気の獣であるとされ。 後生になって、狐は女に化けて、火の存在である男に近づくものであるという認識が定着してしまったためと考えられる。関西、中国地方で有名なのは、お三狐である。この狐は美女に化けて、男女の中を先に来る妖怪で、嫉妬深く、男が手を焼くという話が多数残っている。狐が化けた女はよく見ると、アニアでも着物の柄がはっきり見えると言われていた。 女のほか、男はもちろん、月や日、妖怪、石、木、電柱、灯籠、馬や、猫、家屋、汽車に化けるほか、雨、狐の嫁入りや雪のような自然現象を起こすと、実に、バリエーションに富んでいる。霊庫には、階級があるとされ、住む、場所、揚力によって、地狐、天狐、空狐などに分類される。長崎県五島列島でいう、天 天子は、ついたものに、人通力を与えるが、これに反して、自故、ちきつねの方は、たわいのないものと言われる。妖怪の狐は、九尾の狐など、尾が分かれていることを、特徴とすることがある。九尾の狐は、三界行では、その情は、狐のごとくで九つの尾、その声は、英治のよう、よく人を食う。食ったものは邪気に襲われぬという。 日本ではその正体がキ尾の狐とされる玉も前、玉もの前の物語が有名である。狐信仰の変種であり、日本独自の現象として、狐ツきが存在する。タヌキ、ヘビ、イノガミなどに比べシェアが広く、全国的、沖縄等を除くに見られ、かつ根強い。狐ツきは、精神薄弱者や暗示にかかりやすい女性たちの間に、多く見られる、発射性。 ヒステリー性精神病と説明され、実際に自ら狐となって、様々なことを口走ったり、動作をしたりするという話が、平安時代頃から文献に述べられている。行者や神職などが、松葉いぶしや、狐の恐れる犬に全身を舐めさせるといった方法で、狐を落とす呪術を行っていた。狐付きで有名なものは、長篠を中心に語り伝えられる、お虎狐で、 長篠のお虎狐とか、長篠の五条湖などと呼ばれていた。お虎狐は病人や、時には健康な人にもつくことがあって、ついた人のお口を借りて、長篠の戦いの物語を語る。矢倉に上がって合戦を見物している時に、流れ玉に当たって、左目を失明し、その後左足を狙撃されたため、お虎狐に取り憑かれた人は、左の目から目やにを出して、 左足の痛みを訴えるという。狐月ツツの一種に狐餅という現象があり、狐餅の家系のものは狐の霊を駆使して人を呪うという迷信があった。イーズナ、イーズナ、イーズナ使いと呼ぶ地方もあり、下だツネやお酒、人庫を操ると信じられていた。これらの狐霊は人について憎む相手を病気にしたり、呪いをかけたりすることができると信じられてきた。 狐持ちの家系の者はこの迷信のため差別され、自由な結婚も認められなかった。現在でもなお、忌み嫌われている地方がある。狐にまつわる俗信には、日暮れに、新しい草を履くと、狐に化かされるというものがあり、かなり広い地域で信じられていた。下駄はもちろん靴でも、新しい履き物は必ず朝に下ろさなければならないと、され、夕方、 新品をはかねばならないときは、裏底に灰化、墨を塗らねばならないと言われている。狐に化かされないためには、眉に唾をつけると良いというが、これは、狐に化かされるのは、眉での数を読まれるからだと信じられていたためである。真偽の疑わしいものを、眉唾もというゆえんである。また、得体の知れない輪行を、狐火と呼び、狐に化されたとして、説明のつかない、 不思議な現象一般を狐の仕業とすることも多かった。しかし、化けるにしろ、幸福感にしろ、狐の話はどこか、ユーモラスで悪なる存在というよりは、むしろ、トリックスター的な性格が強い。中には、法話や促進では説明のつかない、比較的新しい伝説や伝承も存在する。大阪府の松原市には、 戦後しばらくの間まで人に混じって化けた狐たちが生計を立てていたという伝承が残っている。彼らは人々と良好な交流関係を保っていただけでなく、生徒名を持ち、住民として住民票が交付されていた。内山節の日本人はなぜ狐に騙されなくなったのか、講談者現代新書2007年によれば、1965年の 精神革命という心の変化があり、狐に騙される能力をなくしたという。高度成長、迷信、まやかしを否定する精神風土、ラジオテレビの普及、進学率の上昇、自然と共同体を包んでいた世界の消滅、自然と人の分離、原生林や天然林の消滅などで老狐の消滅などが、その理由として挙げられている。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。